ちょっと社長の技を見せてもらいましょうか、皆さん。はい。ちょっと社長ね、テレアなんでね。この形だけ作って。はいはい。的確なアドバイスじゃないですか。一回一周したぐらいで叩いてやって緩みを取ると、緩みがあるんだったら緩みを上に上げて、ナイスですね、さすがですね。かやさんどうですか。綺麗、さすがさすがですね。いや確かに本当にさすがですよ。はい、ね、かやさんちょっとやってみますか。はい。これはねやっぱりね難しいんでね、うん、これは難しいんでね、見て覚えれるほどちょっと甘いもんではないんですが、はい、あれもうダメだ。上向き、そこでくるっと下から。社長優しいですね、ちゃんとブラケットなのを添えるの。そうですね。そう、それで大丈夫ですよ。で少しそこ、ここを少しクッと締めてあげて、はいはい、でそのままダブルのままで、社長のやつですよね。そうですね、ダブルのままで持っていくんだけど、はい、何か指を例えば親指通して、ちっちゃい、はい、そのバランスを入れるところを、はい、作っておくとか、そういうこと、うん、ちょっと手痛いけどね、はい、はいはい、そういうことです。でぐるーっと回してあげて、そういうことです。はい、そういうことです。さあそこからですよ、そこから。そうそこです、そこです。難しいよ、ここはそこです。でちょっときっかけを作ってやるには、はい、ちょっと待ってね、きっかけを作ってやるには血の先をここに、ちょっと今かかりが薄いけどね、ここに持っていってあげた方がやりやすいから、次はね、あー、はい、はいはい、そうです、そういうことですよ。ああ来た来た、そう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 、そういうことです。合ってる、大丈夫。ちょっとね番線のねこのひげが少し短くはなったけど、はい、うん、イメージはそう、イメージはそう。ただほら、じゃあこれこっちこっち見て、この分でほら今だいぶ遊びが出てってある。あ、これを戻してグッと引っ張っとければ、はい、その分長くなるから縛れてるよ。ではね、そういうところをもう一度考慮して、はい、考慮した上で次ちょっと仕上げてみますか。もう一回やってみますか、はい、チャレンジしますか。はい、お願いします。明日の段取りですか、社長、トラックは。そうですね、明日の段取りで。はい、お願いします。はい、はいはい、そうですね。でそこをきっちり角を取って、きっちり角を取ってですね、うん、はい、でもこういうふうにして真剣に番線を磐かれているあやさんを見て、社長、親御さんどうなんでしょうね、泣かれてるかもわかんないですよ。な、親、本当に
こですね。そこですね。そうですね。まあ足の先になっちゃいましたけど、うん、うん。でその時にちょっとあやちゃんこの、うん、今ハスになってるのを、うん、直してあげるとかってことですね。はい。あ、ちゃんとたるみも取って、あ、いいですね。はい。はい、なるほど。今切れましたね。切れます。はい。でもね、やろうとしていることは分かります。そしてここまでね、やっぱり形に今なってますんでね、もうあとね、この最初のきっかけなんですよ。はい、はい、最初のきっかけだけです。ちょっとね、私がやってみましょう。はい、革手まで用意してもらったんですか。はい、これコマさんのじゃないですか。コマです。コマさんの革手。このコマ革手がまたなんとしっとりしてて使いやすいことか。どうですか社長。これはもう最近もうそうでしょう。これがいい。え、これ使っていいんですか。あ、どうぞ。あ、本当ですか。すみません、ちょっと私がね、あの番宣、あの 本縛りをしようというところで、用意をしてくださいました。ありがとうございます。はい。そしたらね、ちょっとあの、うーん、足早女子さんの方に今度カメラを渡して、はい、私のちょっと番宣を見ていただきたいです。お願いします。いや、もったいないです。社長、ありがとうございます。もうせっかくなんでね、コマ革手使わさせていただこうと思います。はい。そしたらね、このまま番線をね、締めていこうと思うんですが、はい、まあちょっとね、まあ、トップの篠ということで、はいですね、規制の番線ですね。あ、 MCC すいません。MCC 行きましたね。はい、行きますよ。そしたらね、あの東谷社長がやってた、つまり私がよくやっているやつですね。私もね、要は同じなんです。下から通して少しここでね、もう先にある程度つまんでもう細くしておきます。でここで角を作っちゃいます。はい、いいですか。取れてますか。取れてます。ここなんですよ、あやさん。はい、この乳を少し大きくしとけば、あ、気持ちね、はい、この乳を、気持ち大きくしとけば跡が祝いやすいかもねってことですね。いや、本当だ。はい、いきますよ。はい、はい、どうでしょう。うわ、社長どうでしょうか。早い。はい、ここをちょっと見てくださいね。ここですよ。もうこの時に巻きながら最終的に私は持っていきます。ぐーっとで端部処理をしようぜということです。社長どうでしょう。私もやっとってください。何を。ありがとうございます。逆にお願いします。こういうことです。どうでしょうか。はい。いや、すごい。はい、早いし綺麗ですね。いやいや、もうこれはね、やっぱり、私、まあ社長クラスになると、まあ当然のことなんでね。はい。ちょっとそれはね、言い過ぎですけれど、まあ実際こういうことです。うん、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、もうね、あやさんがなんとね、もう負けず嫌いなんですよ。いや、そのね、負けず嫌いがいいじゃないですか。そう、そのやっぱりね、その気持ちがないと、やっぱ上手にはいつまでたってもね、上手にはなれないですし、大事なことですよ、職人さんとしてね、これはやっぱり。はい、そうですね。あ、うんうん。はい、そうですね、最初のきっかけですね。そこの父をですね、気持ち大きめの方が、そうですね、もうベストだと思います。すごくいいと思いますよ。はい、はいはい。で、篠先をここの上に、ここからこの上です。そうですね、そこで、そこへ持っていくと、はいはいはい、うん、そうそう、そのまま頑張ってぐーっと寄せて寄せて、ああ、そうですね、さっきよりは全然いいじゃないですか。さっきよりは全然、はい。で、そのまま最終的に巻いてしまいましょう。ぐーっと巻き込んじゃいましょう。はい、そうそうそう。
いやー、どうですかね、うん、ちょっとね、あのバランス的にはやっぱりこのね、少し中にひげは寄っちゃいましたけれど、全然ね修正はまだまだ、今の締める段階での修正はできます。もう縛れば縛るほどもう 上手になっていってますんで、はい、足早女子さんのね、あやさんにね登場していただいて、まあ、番宣をね、いわゆるところを見せていただきましたけれど、どうでしたか。まあ、緊張はね、やっぱりあるとは思いますけれど、まあ、社長がやっぱりすぐそばにいながらの、社長にね、講師をしていただきながらの番宣ということで、どうでした、あやちゃん。もともとシングルでは何回かやったことあるんですけど、はい、うんうんうん、こういう本縛り、はい、本縛り、まあ、本当初めて見たし、初めて実際やってみたのですごい難しいなと思ったし。そうですよ、やっぱりね、社長、この本縛り、まあ、箱縛りは、まあ、我々ももうずっと何十年も繰り返し繰り返しその番宣を祝えてきて、鼓膜してくる中で、最終的にあ、こういう、こう縛れればいいんだというところで行き着いた縛り方じゃないですか。そうですね、でしょ、はい、それを簡単にやっぱり縛られてほしくないわけです。そうですよね、そういうことですよね。そう、そうですよね。ところがね、やはりね、あやさん、あの器用なんですよね。器用ですね。あの時の我々の苦労、涙が、ね、頭小遣いながら、そうですね、縛っていたわけですよ。はい、これはね、本当にね、あやさん、あの難しいです、難しいですし、すごく省略もされてます。はい、はい、かなりね省略されてるんです。うん、うん、まあね、十分だと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それではね、皆さん、また株式会社日向さんでお会いしましょう。ご安全に。